こんにちは、マです。今回は PV1 特殊ダブルタッチ下の最強ドリブラーを見ていきましょう。特殊ダブルタッチができる PV1 選手は合計20名搭載されています。ドリブルにはドリブル能力が一番関わってくると思いますので、ドリブル能力の平均が高い選手を紹介していきます。それでは見ていきましょう。はい、1人目はエムレモール。ドリブル能力の平均が一番高い PV1 になっています。特殊ダブルタッチができなくていいから、もっとドリブル能力が高い選手が欲しいという方は過去動画をご覧ください。前作同様、コンディションの波が大きいところが、唯一と言ってもいい残念なポイントですね。2人目は須藤直樹。レベル1の状態だと分かりにくいですが、今作もドリブルが強い選手だと思われます。ここまで能力高い上に逆足最高最高の選手は、ほとんどいないですよね。確定ダブルタッチができないのは残念ですが、強い選手には変われないと思います。最後は伊藤亮太郎。全振りで93、95、95になります。フィジカルがもうちょっとあったらと思いますけど、他能力もスキルも十分すぎる強さだと思います。今回は PV1 特殊ダブルタッチ下の最強ドリブラーを見てきました。以上となります。お会いしましょう。バイバイ。